今回はハンターハンターに登場する最低最悪の兵器の解説をしていくぜ。よろしく頼むわ。その爆弾は低予算で小型の上、驚くほどの殺傷能力を誇り、技術さえ確立してしまえば短期間での大量生産が可能なことと、爆炎の特異な姿から貧者のバラ、ミニチュアローズと呼ばれ、独裁小国家に好まれた。今回解説するのはハンターハンターに登場する最強兵器、ミニチュアローズだぜ。名前はすごく弱そうね。ということで解説していくぜ。ミニチュアローズ、ハンターハンターに登場する兵器で、いわゆる核兵器だぜ。ハンター協会会長のアイザック・ネテロがキメラ・アントノウのメル M に使用した奥の手だぜ。さっきも話した通り、核兵器だが、現実の核兵器とは比べ物にならないほど悪辣で最低最悪の兵器だぜ。てか他の創作物と比較してもミニチュアローズは残虐な兵器で、人間が考えうる残虐さや悪辣さを凝縮したような兵器だぜ。名前は可愛らしいのにそんなにヤバい兵器なの？このミニチュアローズには通常の核兵器に見られない特徴があるが、最大の特徴は、超小型、低コスト、超爆発の三拍子が揃ってることだぜ。この特性から特に東ゴルト共和国のような独裁小国家に好まれ、延べ250を超える国でその10倍もの花を咲かせ、512万人もの命を吸ったぜ。まあ、これら以外にも独裁小国家に好まれる理由はいくつかあるが、それは後で話すぜ。とんでもない数の人の命を奪ってるのね。とあるテロリストが敵国の首都中心部でこれを咲かせ11万人余りの命を奪った事件の後に、新たな生産を禁じ、保有している種の廃棄を促す国際条約が制定されたぜ。だが、保有国の8割が廃棄及び使用禁止に難色を示してるぜ。てかこんな使い勝手の良すぎる兵器を完全に禁止にできるのかって話だぜ。恐ろしいことにハンターハンターの世界ではこんな危険すぎる兵器を兵器で使う国家が山ほどあるぜ。てか絶対秘密裏にミニチュアローズが作られるでしょ。核兵器と違って小型で大量生産が可能なんだから、いくらでも隠匿できるじゃない。ここからはミニチュアローズの特性と悪辣性を順番に話していくぜ。お願いします。まずさっきも話したが、超小型だぜ。てか超小型なんて生優しく、超超小型で少なくともネテロのミニチュアローズはペースメーカー程度の大きさしかなく、大人の手のひらよりも小さいようだぜ。大きくても手榴弾程度の大きさしかないっぽいぜ。おそらく、ミニチュアと呼ばれるゆえんだと思われるぜ。ネテロは自分の体内に仕込んでても問題なく本気を出せてたな。ネテロを相手に干渉するほどの洞察力を持つメル M ですら見抜くことができないほどの小ささだぜ。現実の最小の核兵器の一つのデイビークロケットの弾頭は重さ約35キロ、直径約28センチらしくて、ミニチュアローズはこれよりもさらに小さいのね。ネテロのミニチュアローズはネテロの心臓の鼓動を止めることで起爆するようになってたぜ。二つ目は低コストだぜ。この爆弾は技術さえ確立してしまえば低予算、かつ短期間で大量に生産できるほどの生産性を持つぜ。テロリストが敵国の首都中心部でこれを使ったと作中では語られてはいるが、そのテロリストと呼ばれた集団は明らかにそうとは呼べない、ろくに武装すらしていない難民だったぜ。素人でも簡単に使えてしまうのがヤバすぎるわ。そんな貧しい人々にもかかわらずこの爆弾を使用できた事実から、普通の兵器よりかなり安価であると推測できるぜ。どんだけ低コストなんだよって話だぜ。どこへでも容易かつ大量に運搬が可能なほど小型軽量であり、しかも技術、資金の二つの面から見ても極めて低コストという兵器としてこの上なく理想的と言えるぜ。現実の核兵器なんかは言うまでもないが、作るのにとんでもない費用がかかる上に維持費もバカにできないぜ。核兵器は維持するだけでも億単位のコストがかかるのに対して、ミニチュアローズは維持費は必要ないっぽいのよね。どんだけ使い勝手がいいんだよ。三つ目の特性は超威力だぜ。超小型とは思えないほどの威力を発揮するぜ。具体的に言うと、爆発と同時に半径数キロを吹っ飛ばし、荒れ地が一瞬でマグマになり、辺り一面に地獄のような黒煙を撒き散らすぜ。ネテロの百式観音を受けてもほぼノーダメージだったメル M ですら黒焦げの死にかけ状態になってたぜ。つまり、ミニチュアローズは作中最強核の念能力をはるかに凌駕する破壊兵器ということになるぜ。こんなのが簡単に作れるとか、ハンターハンターの世界は狂ってると言わざるを得ないわね。この異常事態にメル M の護衛軍であるプフとユピーのみならず、読者にも大きな衝撃を与えたぜ。そして、大爆発の後に爆炎と黒煙の入り混じった赤黒のバラに似たキノコ雲が立ち上るぜ。これがおそらく名前のローズの由来だと思われるぜ。こんなふざけた破壊力を出せる念能力は少なくとも今のところ作中には存在しないぜ。ネテロ、メル M、ゴンさんを差し置いて現状、ハンターハンター世界最強の攻撃手段となってしまってるぜ。
このミニチュアローズのせいで念能力の立場がないわね。だが、ミニチュアローズにはこの3つの特性以上に悪辣すぎる特性があったぜ。これから話す特性のせいでキメラアントは敗北を喫することとなったぜ。そう、ミニチュアローズは大量破壊兵器なんて生優しい兵器ではなかったんだぜ。どういうこと？バラには毒があった。開花の瞬間、大量に撒き散らされるバラの毒が類似する他のものより優れていたのは、開花地との距離によって運悪く爆死を免れたものの体内に効率よく取り込まれ、迅速に内部を破壊すると同時に、被毒者の肉体が毒そのものとなり、新たな毒を放出しながらやがて死に至る。その毒の量と死ぬまでの時間が実に絶妙で、大量の連鎖被毒者を生み出せる点にあった。要するに、この上なく非人道的な悪魔兵器だったのである。バラには毒があったぜ。おそらくミニチュアローズの爆発は威力以上にこの毒を広範囲に撒き散らすためでもあると思われるぜ。この毒はありとあらゆる動植物に有毒であり、キメラアントすらも例外ではないぜ。人間のみならず、ありとあらゆる動植物の体を蝕み、肉体の機能を破壊し、死に至らしめるぜ。メルエムは爆発を受けても生き延びたが、結局この毒の前でなすすべなく死んでいき、メルエムを助けた護衛軍であるプフとユピーも毒によって死んでしまってるぜ。作中最強格すらも問答無用で毒死させる恐るべき致死性を持つぜ。作中最強格のメルエムですらあっけなく死ぬなんてね。運悪くミニチュアローズの爆発から免れた者は毒で死んでいくという二段構えになってるぜ。さらにこの毒には致死性以外にも厄介な特性が備わっており、二つ目の特性は致効性だぜ。この毒に感染してもすぐに毒が体を蝕むわけではないぜ。むしろ毒の症状が発生するまで結構な時間差があるぜ。このような時間差が設けられてるのはおそらく、三つ目の特性である感染する特性を利用するためだろうぜ。マジかよ、この毒感染すんのかよ。三つ目の特性は感染することだぜ。なんとこの毒、細菌系の毒じゃないのに感染するぜ。さらに主な感染経路が空気感染であるため、被毒者の近くにいるだけで感染してしまうぜ。その感染力は非常に強く、二次被害者、三次被害者、四次被害者と連鎖被毒者を生み出していくぜ。ただし、描写によると接触して即感染するわけではなく、一定時間被毒者の近くにいる必要があるらしいな。この特性は毒の感染者の治療を極めて困難にさせており、下手な装備で治療しようものなら治療者そのものが新たな被毒者になってしまうぜ。最悪すぎるやろ。つまりこの毒に感染してしまったら隔離し、見捨てるしかないぜ。しかも人間だけでなく、あらゆる動植物にも感染してしまうため、生態系は間違いなくめちゃくちゃになってしまうぜ。そしてこの毒の四つ目の厄介な点は信頼性だぜ。この毒はウイルスなどではなく、あくまでも化学兵器なんだぜ。つまり、増殖するウイルスとは異なり、増殖しないため毒の総量は増えず、やがて毒は消え去り、被害はゼロになるぜ。ウイルス性の毒と違ってパンデミックが起こるリスクがないわけね。それでもかなりの範囲が毒でやられてしまうがな。絶大な破壊力を誇り、さらには毒で広範囲の人間を殺すが、いずれ毒の感染がストップして止まるため、一発使ったぐらいでは人類が破滅する危険はないぜ。要するにこの信頼性のせいで超手軽に使えてしまうんだぜ。現代の核兵器と違って2500発も使われてるあたり、それが伺えるぜ。まあ、いくら手軽に殺せるからといってこんな危険な兵器を簡単に使うハンターハンターの世界観は異常と言わざるを得んがな。でもリアルでこんな兵器が出たら使う人は使うんでしょうね。まとめると、歩兵どころか体内に簡単に仕込める小型軽量、小国の軍隊どころか武装難民すら簡単に手に入れられるコスパの良さ、核兵器並みの破壊力、拡散し伝染する致死性の高い猛毒を撒き散らす特性を合わせ持った兵器だぜ。ハンターハンター世界どころかあらゆる創作物の中でも類を見ないレベルで悪魔的で悪辣な兵器と言えるぜ。欲もまあこうも命を殺すことしか頭にない兵器を作ったもんだぜ。作ったやつも大概だけど、これを平然と使う国があるのが普通に頭おかしいわ。ということで、ここからはネテロがこの兵器を使うに至った背景を話していくぜ。よろしく頼むわ。まず一つ目に、国がキメラアントの討伐の全責任をハンター協会に押し付けてたからだぜ。要するに国がハンター協会にキメラアント討伐を丸投げしてたんだぜ。一見すると悠長に思えるが、戦場になった NGL と東ゴルト共和国の二国は小国だぜ。この二国以外だと優勢外にも手が伸びてた程度で、世界全体で見れば小規模な被害でしかないぜ。そんな些細な被害に国が総動員する必要はないと判断されたんだろうぜ。
小国といっても国が未知の生物に潰されてるのにひどい話ね。まあ要するに大国である自分たちが動くほどでもないが見過ごしてはおけない災害が起きたから、もともとキメラアントの調査をしていたハンター協会に討伐を依頼する形で責任を押し付けたってところだろうな。人類が滅びるかもしれないような事態になったのにこの対応は無責任と取れなくもないが、ミニチュアローズのことを考慮するとこの判断は正しかったのかもしれないぜ。ハンター協会完全にとばっちりね。二つ目はハンター協会最高戦力だった会長のネテロの実力が王のメルエムどころか三人の護衛軍にすら劣っていた可能性が高かったからだぜ。護衛軍の一匹でしかない祈祷でさえ、ネテロは自分より強くね、と言わしめるほどのオーラをその身に宿していたぜ。護衛軍がいる状態でメルエムに勝つのは無理ゲーであり、それゆえに劇中でも護衛軍とメルエムを分断する作戦に出たぜ。キメラアントは王を殺せば終わるわけだから王のメルエムの抹殺を優先したのね。ゼノトゴンたち討伐隊の協力もあり、分断に成功し、メルエムとネテロは1対1で戦ったが結果はネテロの惨敗と言ってよかったぜ。メルエムはほとんどダメージを受けなかったどころか全然そこを見せてなかったぜ。絶対に負けるわけにはいかない戦いであり、命を懸けたところで倒せる可能性はほぼゼロだったぜ。それゆえにネテロはミニチュアローズを使ってメルエムを殺す手段に出たぜ。純粋にバラを使ったネテロの心情が気になるわ。ネテロは感謝の聖剣好きをするほどの武人であり、武人としてはメルエムに敬意を表していたはずだぜ。それなのにこんな形でメルエムを殺すことになったのは内心無念だったんじゃないかと個人的に思うぜ。ネテロも本心ではあんな兵器を使いたくなかったはずだぜ。それでも大義のため、人類のためにネテロはやらざるを得なかったんだぜ。そしてネテロは人間の底なしの進化を知らないメルエムを憐れんでる様子すら見せていたぜ。メルエムは人間の悪意を軽く見ていたのは否定できないわね。ネテロの悪魔のような形相を見た瞬間、メルエムは生まれて初めて恐怖を抱き戦慄していたぜ。そう、メルエムはネテロと戦った瞬間から、ネテロに素直に殺されるか、バラによって爆死、あるいは毒殺されるしか道がなく、最初から積んでいたぜ。唯一、毒を除去できる可能性があった祈祷はゴンさんに殺されており、メルエムが生き残る可能性は完全に断たれてしまっていたぜ。確かに祈祷のドクタープライスならミニチュアローズの毒を除去できたかもしれないのね。ネテロが負けを認めてメルエムに名前を教えたのはネテロなりのメルエムに対する慈悲だったのかもしれないぜ。メルエムはミニチュアローズの爆発に巻き込まれて瀕死の状態になり、その後はフフとユピーによって復活したぜ。だがミニチュアローズの毒に侵され、空気感染したフフとユピーは無残に死んだぜ。そして、メルエムは小麦に抱かれ、静かに毒死し、小麦もメルエムの毒に感染し、死んだぜ。メルエムと小麦の最後は何回見ても泣いちゃうわ。ここからはまとめに入るぜ。よろしく頼むわ。とまあ、こんなめちゃくちゃな兵器が出てきた上にこの兵器一つで肩がついてしまい、伏線らしい伏線も少なかったので当初はそれなりに叩かれたぜ。兵器一つで解決するなんて一種の反則技だし、ネテロもメルエムの格も下がってしまう要因になるしな。だが、このミニチュアローズには作中でかなり大きな意味があるぜ。それはパワーインフレの否定と種の力とこの力の決定的な差だぜ。どういうこと？メルエムは現在でも単純な戦闘力だけなら間違いなく作中最強と言っていいぜ。てかメルエムはそこを見せる前に死んでるしな。そんなメルエムを倒そうと思ったらメルエムよりも強い個人をぶつけるしかなく、結果パワーインフレが発生し、バトルが単調化するぜ。それを回避するために作中最強のメルエムとネテロの個人の天井対決をやらせて個人の限界を示した上でバラで吹き飛ばし、勝者も敗者もいない戦いにしたんだろうぜ。悠々白書もパワーインフレに嫌気がさして終わらせたらしいわね。それにネテロは武人である以前にハンターであり、メルエムとの戦いは決闘ではなく駆除だぜ。あくまでもハンターの仕事である仮に過ぎず、ネテロのやったことはハンター的に見れば卑怯でも何でもなく、むしろ当然のことだぜ。メルエムもその辺の認識を見誤っていたと言わざるを得ず、メルエムの敗因の一つと言えるな。キメラアント編以降は単純な強さでは測れないような敵も多く登場するようになったぜ。キメラアント編でハンターの一つの終焉を迎えた感じがするわ。キメラアントは人間を食料、取るに足らない存在と見ていたが、これはあくまでも人間を個人として見た場合で、死としての人間を全く頭に入れてなかったことがわかるぜ。確かに人間個人ならキメラアントは人間を凌駕するが、死としての人間なら話は変わってくるぜ。死として立ちはだかる人間はネテロのようにバラを使うし、ありとあらゆる方法を使って殺しにかかるぜ。ミニチュアローズも兵器の一つってだけで、国はこれよりもヤバい兵器を大量に保有してるのは想像に難くないわね。個人しか見てないというのはメルエムにも当てはまり、メルエムもネテロ、小麦といった個人しか見ておらず、死としての人間を完全に見誤っていたぜ。その結果がバラによる毒殺だぜ。
本編で登場したキメラアントの脅威度は B であり、これは人間個人の C を上回り、人間個人にとっては脅威だぜ。だが国家としての、つまり種としての人間の危険度は最低でも B プラス、最大で A マイナスであり、キメラアントはそれらと比べると格下だぜ。ってことは国はキメラアントのことは全然脅威に感じてなかったわけね。キメラアントの最大の敗因は、種としてあまりにも脆すぎたからだぜ。いくら個人が強かろうが、キメラアントは王が絶対であり、王が死ねば終わりで命脈が断たれるぜ。だが、人間はそうではなく、いくら頭が死のうが代わりはいくらでも出てきて新たな頭が誕生するぜ。もしメルエムたちがネテロたちを全滅させても国が総力を挙げて潰しにかかり、東ゴル島の人民もろともなすすべなく駆逐されて終わりだっただろうな。東ゴル島なんて小国だし、そんな国の人間がいくら死のうが大国側からすれば関係ないし、もし討伐隊が全滅しても生産さが増すだけだったでしょうね。キメラアントや読者は、人間よりもキメラアントの方が上だと思い込んでいたが、実際は無楽だったぜ。要するに人間という種の前ではメルエム含むキメラアントなど、いつでも踏み潰せる取るに足らない文字通りのアリンコでしかなかった。ということだぜ。実際、カイトやナックルも最悪のバイオハザードが起こる、国家レベルの武力がいるとは言ってたが、人類存亡の危機とまでは言っておらず、国が出ばれば対処可能という風にも取れるぜ。キメラアント編はパッと見ただけだと人とアリの戦争のように思えるけど、実際は、戦争の皮をかぶった害虫駆除だったというのが実態よね。まあ結局のところ、メルエムを含めたキメラアントは小国を治めた程度の胃の中の蛙だったということだな。人間を個人としてしか見れず、種としての力を見誤ったメルエムが負けるのは必然といえ、無数にあった負け筋の一つがミニチュアローズだったってだけのことだぜ。作中最強の個人であるメルエムでも人間という種にはあまりにも無力だったぜ。まあ、メルエムに毒は効かない可能性だってあったのでバラでメルエムを殺せたのは運が良かったがな。種としての脆さがキメラアント最大の敗因なわけね。まとめるとミニチュアローズは超小型、コスパがいい、超威力、伝染する致死性の高い毒の特性を持つ、生命を殺すことしか頭にない最低最悪の兵器と言えるぜ。人間の底なしの進化を体現した兵器であり、キメラアントとは比較にならない残虐性と言えるぜ。そうね。ということでミニチュアローズの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。